というわけで海にやってきました。何がというわけなんだよ。海といえばやることは一つだろう。そうだな、シエル。え、何すんだ。ナンパだよ、ナンパ。女の子に声かけんだよ。やる前から地獄が見える。見てよ、あそこに綺麗なお姉ちゃんがいる。え、どこどこ。わあ、見渡す限りの水全部飲みたい。祈りさんじゃねえか、知り合いだし。早速ナンパしてくる。おう、行ってこい、シエル。行ってこいって感じ違うぞ。ねえねえ、そこの貧乳クソゴリラ。ボコボコにされた。当たり前だろ。次は、俺だな。へい、そこの可憐なお嬢さん。話しかけんな、カス。引っ込んでろ。君にプレゼントがあるんだ。動じねえな、あいつ。一体何をくれるってのよ。はい、ナマコ。惚れてもいいんだぜ。ボコボコにされた。だから当たり前だろ。やっぱナンパよりも泳ぐべきだよ。ボンハーシエル、行きまーす。だから感じ違うって。ボボエル、助けてー。似合ってたわ。やばい、準備運動してなかったせいだ。うわー、準備運動しなかっただけそんなになる。安心しろ、俺が助けてやる。竹蔵を頼んだ。早く助けて。井上竹蔵、行きまーす。うわー、俺も準備運動忘れてた。助けてー。だから準備運動しなかっただけそんなになる。ったく、あいつは仕方ねえな。ハルタイル20見捨てよう。いやいやいや、助けないの。だって俺まで覚えたくない。いや、だからって見殺しにするなんて。それに死んでも次回までには生き返るから別にいいだろ。それもそうか。